長松強し、長松強しから1903年7月16日は、幕末の長州藩士、明治期の歴史学者、政治家、元老院議官、貴族院直選議員、男爵、近景官志向、イミナ、文中、アザ、小方、通称、大倉、文助、文助、郷、周勤、須大国吉時期、軍や原村で、一社、 長松玄圧の長男として生まれる。大田東高の指導を受け、加永六年京都に留学し、山本読書室に入り、山本望用から本蔵学を学ぶ。安政五年以降、草加玄図らと国寺に奔走。元治元年規範死有筆に登用され、その後、受薬雇い、雇い委員を経て、編集局で、尊能辞席の編集に従事、大取り状態に加わり、 母親戦争中は、軍中日誌を担当した。明治維新後、新政府に出資し、慶応4年うる4月23日を雇い、犠牲官視官史補となる。以後、長氏、犠牲官視官、行政官視官、大上官大使、同省弁、函館軍交渉店取り調べ係、大上官六等出資、同五等出資、同成員歴史課長、修士局長、一党。 おさむせん研修支局長、一等編集官、修士官幹事などを歴任し、復古期、明治使用などの感染書の返済に従事。1884年9月4日、元老院議官に就任。1888年2月17日、高等法院予備裁判官を仰せつけられた。1890年10月20日、元老院が廃止され、非職となり。 近警官思考を仰せつけられた。1891年4月21日、非職元元動員議官を遺顔面本官となる。同年4月15日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。1896年6月5日、その功績により、男爵を除釈した。ありがとうございます。